皆さんこんにちは。シバム担当している小沼です。よろしくお願いいたします。それでは新曲47番ですね、47レクチャー動画始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまず2曲目の曲から、ジグルポップというものですね。新しい動きなんですが、足を開いてこうキックしていくような動きになります。両手は肘を支えるように後ろで構えます。その時に腰を1、2、3、1、2、3、1、2、3、シェイクしていきます。腰をトントンパントントンパントントンパントントンパ、 OK ですかね。これがジグルポップです。 1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、きたら下に4つ下ろします。下から開いてもう一度という感じになります。ジグルポップと言います。皆さんでキックして楽しんでいきましょう。続いてツイストです。ツイストなんですが、足を前に出します。反対の足ツイスト、戻ります。戻って反対の足にチェンジ、前へクロス、戻ってカッ、前へクロス、戻ってカッ。これに手をつけていきます。1、2、3、4、5、6。ゆっくりだと足中央に戻った時にもう一度クロスさせるんですが、速くなった時はリズムが変則になってきます。1、2、1、2、1、2、このような腰をツイストしていくようなリズムになってきますので、皆さんで腰をツイストして楽しんでいってみてください。それでは5曲目に入ります。ステップ2ですね。ステップ2、パンチします。パンチなんですが、手、猫のような手でパンチ、可愛くしていきます。まずは目の前の手出して、続いて反対側の手を前に出します。はい、でその時足上げましょう。戻す時にもう一度鏡の顔にで戻ります。最後にトン、1、2、3、4、5、6、3回やったら腰上下ろして反対向きです。もう一度鏡の方を乗せたらパンチステップダウン、パンチステップサイ、パンチステップ3回やったらカラララのタッチ。これを最初ゆっくりから速くしていきます。1、2、1、2、1、2、and up, down。 そうですね。で10曲目、ファンキーターンという動きですね。ファンキーターン、10曲目のファンキーターンは膝を曲げていきます。曲げていくときに手をサイドに振ります。ブン、一周回して戻します。トントン、回して戻す。手は左右に振って一周回す。左右に振って一周回します。足はドゥン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 、ずっとダウンっていう動きですね。下に下ろしていきます。トントン、うん、チャチャ、トントン、うん、チャチャ、 OK ですかね。これに慣れてきたので大丈夫です。最初膝を曲げてリズムを取っていただければ全然問題ないです。もっともっと楽しみたい方、もっともっと難しくしたい方、ありますあります、大丈夫です。つま先を外に動かしていきます。外上げます。またクラブとはちょっと違う動きになるんですが、かかとでコントロールしていただいて結構です。膝を外に出すだけです。これをしながらさっきの回すもやっていきます。
ますよ。ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ハイ、ファイ、シックス、エン、セブン。はい。これ結構内太ももの筋肉使ったり、体幹使ったりするので、覚悟してやってください。はい。で、これがすごく速くなります。すごく速くなります。最初のやつも、このリズムになります。はい。いいですね、いいですね。で、その後に足もつけれる方はつけていって速くしてみてください。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 いいですかね。こういう動きに変わってきますので、皆さんで練習して楽しんでみてください。では最後、ビートトラックのラストの曲です。11曲目、バンドドラム、バンドドラムで、体45度に向いていただいて、手をドラムのスティックだと思ってください。サイドにドラムがあると思ってパンチしていきます。4回叩いたら体をジャンプしてチェンジ、下からアップ、下からアップ、 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4。 ロックの時とかもこういう動き使うかと思うんですが、そのサイドのパンチ、パンチっていうか叩いて戻すっていう動きになりますので、これは体幹です。体幹重視していただいて、気持ち体幹に向いてください。アップ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 、そう、力強くかっこよく決めてください。それでは47番のレクチャー、これで終了。